はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、種類別のおすすめモンスターを紹介していきたいと思います。種類別っていうのが、探索をするときの種類ですね。ジャンプ、滑空、サーチ、ダッシュ、そして地面に潜る、5種類あると思うんですけども、この5種類ごとに、一番おすすめなモンスターを紹介していきます。それでは早速行きましょう。この動画には個人的な意見が入ります。ご了承ください。それではまずはハイジャンプから行きましょう。ハイジャンプモンスターで一番おすすめなのはこれ、キングエメラルドですね。 HP がとにかく高いです。なので高耐久となってます。キングスライム系で一番のレアモンスターなので、まあ強いだろうなって思ってる人も多いと思うんですけども、強いんですよ。間違いなく強い。で、一番のポイントとなるのがこれだと思います。ベホマズンだね。ベホマズンを覚えるので、ヒーラーとして使っていける。で、さらに攻撃力も高いので、ヒーラープラス、火力枠としても使っていける。これはポイントではないでしょうか。そしてね、特性なんだけども、安全第一。俺はこれをね、おすすめしてます。まあ、これをつけると、ダメージがダウンしてしまうんだよね。与えるダメージが。でも、受けるダメージが少なくなりますので、ヒーラーとしては、ものすごく使える。で、ダメージがダウンしたといっても、攻撃力はもともと高めなので、全然ダメージを与えていくことができます。まあ、おすすめなのは、安全第一、そして奇跡の拳だね。この二つを入れておくと、かなり強いと思いますので、おすすめです。で、キングエメラルド。まあ、キングスライム系だね。の、ちょっと良くないっていうところが、モンスターを厳選するときに、邪魔になるのよ。振り返った時に目の前にいたりするので、それでモンスターが見えなくって邪魔だなーって思うことがあります。まあ、それがなければ、すごい強いキャラクターなので、おすすめですね。ハイジャンプ系の最強は、キングエメラルドとなってます。それでは次は滑空のおすすめモンスターに行きましょう。滑空最強モンスターは、これ!エンゼルゴンですね。エンゼルゴンはとにかくステータスが高いし、耐性が強い。もう耐性が間違いなく強いのよ。まあ、見てもらうとわかるんですけども、爆発と、月。この二つ以外がもうほぼやや強い。とても強い。まあ、これだけなので、だいぶ耐久力がありますね。で、これ耐久力があるだけじゃなくって、攻撃力も高い。なので、このハイブリッドキャラは、もう入れた方がいいですね。間違いありません。で、さらに言うと、ベホマズン、覚えるんですよね。火力もあるし、回復もできる。もうこのベホマズンを持っているキャラクターっていうのは結構貴重なので、もう、スタメン間違いない、と思っていいでしょう。そして、特性ですね。特性では、これ。不思議なボディ覚えます。不思議なボディはダメージを受けるたびに MP が回復するので MP が枯れにくい、ヒーラーとしてはすごく嬉しいですね。そしてマスコット、敵から狙われにくくなるです。ヒーラーとしては申し分ない、特性となってますし、もちろん攻撃力も高いのでアタッカーとしても活躍できます。ただし、このエンゼルゴン、仲間になるのはクリア後です。なので、後の方でしか仲間にならないっていうのがちょっと残念なところかな。でもこれだけ強いキャラクターなので、まあそれも仕方ないところでしょう。はい、滑空の最強モンスターはエンゼルゴンですね。それではサーチ系の最強モンスターに行きましょう。サーチ系の最強はこのモンスター、バルデバランですね。これは3種類いまして、バルデバランとナイトファイラス、そしてサタンジェネラルがいますね。で、
好みが分かれると思います。俺はバルデバランなんだけども、まず、サタンジェネラルですけども、攻撃力が一番高いです。で、バルデバランは、守備力が一番高い。で、ナイトファイラスは、ステータスは結構低めなんだけども、MP が高い。そういうキャラクターになってるんですよね。で、このステータスの違いが、このね、特性によるんですよね。バルデバランと、サタンジェネラルは、ストイックを覚えます。このストイックが、食べてない時に 25% 能力アップなんだよね、確か。これをね、ナイトファイラスは覚えないので、俺はストイックが結構好きなので、バルデバランか、サタンジェネラルの方が使いやすいかなと思います。まあ、食事をね、させてやれば、ナイトファイラスも、ステータス高くなるんだけども、まあ何もせずに強いっていう、まあバルデバラン、そしてサタンジェネラルの方が俺はお得かなと思います。まあその中でもバルデバランの耐久力は結構好きですね。はい。で、ナイトファイラスは、ベホマ覚えるんですよ。ベホマ。でも、こいつらは火力枠として使った方が俺はいいと思うので、もうベホマ覚えずに、もう火力でゴリ押し。うん。回復は、もう残りの二人に任せておけばいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、このね、サーチモンスターは、まあ、このバルデバラン、で、ナイトファイラス、サタンジェネラル、まあ、好き好き分かれるとは思うんですけども、俺は耐久力のあるバルデバラン。これが好きですね。はい。サーチ系最強は、バルデバランですね。それではダッシュ系の最強モンスターに行きましょう。ダッシュ系の最強はこちら、アルケミストンですね。ちょっと意外だなぁと思われる方もいると思うんだけども、アルケミストン絶対におすすめです。まず探索のダッシュなんだけども、キラーパンサー系よりも若干遅いです。ほんと若干、気にならないぐらいの、遅さなので全然いいですよね。で、キラーパンサー系は小回りが若干効かないのよ。うん、そこがアルケミストンはギュンギュン走っていけて快適ですし、狭いところで引っかかりにくいっていうのもあって、まあ、ほんとダッシュをする時の快適さナンバーワンで間違いないです。で、ステータスも MP と魔力がものすごい高い。 MP も素でね、600近くあります。なので MP が枯れることがほぼないので使いやすいし、このモンスターベホマズン覚えるんですよ。ベホマズン覚えるやつって結構貴重なので、ぜひね取っておきたいところですね。そして魔力も高いのでドルモア強いです。間違いないですね。ただしちょっと残念な点もあって、お宝を持てる数が2つなんですよ。2宝を2つっていうのが、かなり少なめなんだけども、まあ他でそれは補えばいいと思うので、まあいいのではないでしょうか。そして特性ですね、ストイックを覚えます。ぜひストイックをつけてあげてください。食事をさせることがないので、うん、食事をさせない方がいいんだよね。させない方がステータスが上がるので、かなりお得です。ぜひ特性ではストイックを覚えさせてください。ということで、ダッシュ系最強はこれ、俺大好きですね、アルケミストンです。それではラストです。ラストは地面に潜るモンスターですね。地面に潜るモンスターの最強はこれ、イモータルパールですね。こういうモンスターって耐久力が大概ないじゃないですか。耐久力ないよね、ゾンビ系って。でも、イモータルパールは、まあ、HP は低めなのよ。HP 低めだけども、防御力高いから。防御力高いので、意外と耐久力が高いモンスターとなってます。で、もちろんこれ、魔力が高い。で、魔力が高いので、ベホマズンがものすごく効果を発揮します。で、さらに、マヒャド、そしてイオナズン覚えますので、火力でも使っていける。イモータルパールはね、本当にね、万能なキャラクターだなーって思います。ただし
お宝は2つしか持てません。これがあるんだよね。確かに、戦闘面ではものすごく役に立つんだけども、探索では2つしか持てない。まあ残念なところですね。そして特性、これをねちょっと注意しないといけません。歌舞伎ものを覚えます。まあ覚えやすいです。ものすごくつく。歌舞伎ものは狙われやすくなるっていうやつなので注意してください。まあ確かに防御力は高いんだけども HP は700ぐらいとちょっと低めです。なのでこの歌舞伎ものがついてないイモータルパールを選んだ方が俺はいいと思います。まあ基本的には結構強いので、ぜひ使ってみてください。地面に潜る系の最強はイモータルパールでした。はい、ということで今日は種類別の最強モンスターを紹介していきました。まあ人それぞれ好き好きあると思うんですけども、俺はこんな感じですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。